ナマンダブツナマンダブツナマンダブツ四神神妙欲生と十法生を進めてぞ不思議の誓願表して真実法度の因とするナマンダブツナマンダブツナマンダブツ、今日はですねこれからこの五三大拝読しました浄土和三58のですね、この五和三のお話をさせていただこうと思います。でこの浄土和三58のこの五和三どういう位置関係いうのかな、これまでお話をしたこととどんなふうにその関係しているのか、どういうような文脈の流れでこの五和三が作られているのか、そういうこうことをなんかでどういうか、まあ、オーバービューするから、外観していこう、させていただこうと思いますね。で、やっぱりどう言っても大教の心、この大教の心というのはこれ、大教の内容をですね五三段になっている五和三51から始まるんやけど、投資番号で51から始まって、そして51から234と出世本願の経である大経というのはお釈迦さんがこの世にお出ましになった究極の目的、このお経さんを説くためにこの世にお出ましになったお経だよということを参考され、そして55番からはこれ大経の召集文、つまり大経の本文ですねを算段される五和三に入られると。でその土初発にどんな五和三やったかって言ったら、これ弥陀成仏のこの方は今に実行と時たれと人伝九音号よりも久しき仏と見えたもうっていう五和三で、これ弥陀成仏のこの方は言って出てくるんですが、これも明らかにこれ三阿弥陀仏下和三の弥陀成仏のこの方は今に実行を経たまいり発心の法輪極もなく背の妄明を照らすなりっていうあの五和三の前提にして、それとパラレルにっていうかね、それと連絡するような形でこの55番が作られていると思います。でそしてそれは考えてみたら三阿弥陀仏下和三っていうのはこれ曇鸞大師が大教の無量寿経の御三段をされましたその漢詩下重をもとにして作られた和三ですから、まあ言ったらこう一起源というかな、元のもとたどってたこの三阿弥陀仏下和三って大教の和三なんです。でそしてここでまた大教の心という形で五和三作られているわけやから、これ当然連絡があるんやろうというか、それを前提にして作られているんであろうと。でそこから考えていくと、昨日お話をしました57番というところは、無下行仏から清浄観一恵行っていう12行のうちの3つが展開して、トンジンジャギュ、トンジン、愚痴を除いていく働きがありますせということやけど、これはまあ三阿弥陀仏下和三の方で12項について、11について御算段されてるんで、そしたらこっちではまあやってもいいようなもんやけども、まあそやけどあそこでもう12項きちんと御算段一つ一つやってるわけやから、で、こう清浄観一恵項無下項のところをだけ出して、そやけどこれ内容的には12項全部あるんだよっていうことであろうと。で、そしたら今日の五和三なんかこれ、三阿弥陀仏下和三で第18願の五和三はっきり、18願の五三段がはっきり出てくるいうことはまあなかったと思いますから、18願成就もあったけどね、それは18願成就もに四神神妙欲生ないからね。でその第18がお涅槃の真因書、こうね、大宗衛光の真因、私たちがお浄土に生まれる真の種であるというふうには、そんなところはこれ、三阿弥陀仏下には基本出てきませんから、そしたら出てこない方の四神神妙欲生をここで、
算段していかなきゃいけないということがここにあって、そして58番で指針信仰抑制という大教18願の御文が出てくるんだろうと。でもう一つ言わせてもらうと、これやっぱり和尚信仰ともちろん関連があってですね、和尚信仰で奇妙無量寿如来南無不可思議こう言うて、こう始まるんだけども、五和さんのですね、三阿弥陀仏下和さんの、昨日のところやったかな、昨日おとついのところやから56か56で南無不可思議好仏って出てきてて、これは三阿弥陀仏下の最後の南無不可思議好仏とももちろん関連するけれども、奇妙無量寿如来南無不可思議好っていう、こう和尚信仰ともやっぱ関連があるやろうし、そしたら55番かって、これ、こうなんていうかな、ウシムシュの始まりのある、実行の修行、こう、今に実行へたまりというような、こう始まりがあって終わりがない、法人法度の、仏さんが、まあ、予想されるんやけども、それよりも先立って、その法人法度の根底となるような、こう発祥発心と言われるような、そういう意味における、こう無量寿仏に帰依したてまつるっていうのが55番の意味であり、そしてその次1行目に、こう56下の1行目に南無不可思議好仏で、から、2行目以下に五行四維四諸住十世名称文字法不法無量無変更無限無多、あ、ごめんなさい、ちょっとちごたこと言いました、ごめんなさい。でそこから210億の国土の素名のところなんかが56に出てきて、でそして12項が出てきて、そして無償信玄で言ったら、これ、こう お名号がこう王女の院であり、そして四神神尿願に院上等学生大年半必死滅道願成就ということやから、その必死滅道願成就の方は明日59番に出てきて、四神神尿願に院上等学生四神神尿願に院というところが、今日の五和さんとパラレルになっていくんやろうということでありましょう。まあもちろん第18願やから、これ第18願を中心に本願を、こう開いていったのが親鸞聖人の経学ですから、他にいっぱい、この18願の心が、これが元になっていくわけだから、いっぱいいろんなところが出てきまして、その中で、黒田先生は孫悟心臓名門をの門を引いて、この第18願のことをこうご指南くださって、おります。これ黒田先生のご指南また読んでいきますけれども、それに先立ちまして、ちょっとテキスト的なことを確認しておきますが、皆さんいつも使ってはる文明本の5本でしたらば、この今日の五和さんの前書きみたいなところに、この本願の心第18の戦略本願なりっていうふうに、こう言葉書きが出てまいりますね。毎日繰り読みしてはる人なんかはもう出てくるねと思われるでしょうけど、こういったものは国宝本とか県知書写本にはございません。そして、こうせっかくやからテキスト的な問題を述べますと、まず本文の相違ということになると、4行目の真実報道の因とするっていうところ、これかかり結びで像、2行目の実法書を進めて像があるんで、4行目が真実報道の因とするというで、なっていますところが、これが見地書写本では真実報道の因とせるっていうふうになっているということが、これをまず挙げて、本当に誤作んですけども、1行目「四神信用抑称」っていうところ、これ見地書写本では「真実なりか真実なり」で「金剛心なり」で「生まれんと思うなり」というふうにして、
死神が真実なり、で神陽が金剛神、そして翼章が生まれんと思うなりっていう五作があると。から二行目、十方章を進めて、ゾの章っていうところが小衆城というは、小衆城というは、25の衆城なりって書いてあります。これ同じところの小のところがよろずの衆城なりと、建築者本にはなっていまして、これずっとあるパターンで、昨日とパターンと一緒で、で昨日黒田先生、57の五和さんのところで紹介しましたように、衆生っていう言葉にはですね、五作あの本文には生ばかり書いてあるけども、こう、生、これ生の衆生っていう時に2つの解釈があって、ここの五和さんに出てくる25の衆生っていう時と、あらゆる衆生っていう時、特にそのあらゆるっていう時に25っていうふうに考えるんか、少女方も含めての主張なんかっていうふうに、常に議論というか、あのこう本の中に書いてあることで、大事なことやから、当然黒田先生も昨日のところで申し上げたように書いてくださってるんですけど、ここまで今日のここまで含めて3回ともよろずの主張ってこれ25だよっていうふうにしか書いてないので、聖者方も少女方も含むよっていうふうに今のところは出てきませんので、ここはやっぱり十方章を進めて、その十方章っていうのはこれ25羽の主張、二羽の25羽の主張というのは、まあこれおさらいになりますけども、地獄ガキ畜生から天の神々に至るまでの迷いの主張っていうことであるということでありますね。でなんで25と6と分かれるんかというと、天の神々を細分化してて、それで、地獄ガキ畜生アシュラ人間天上で六道なんやけど、そこの天外のを細かく加えて25やけど、要はみんな迷い、輪廻しているもののことであります。で、そして不思議の請願はないな、ごめんなさい。で、真実報道の因と、まあ、セルですけど、セルですけども、ここのですね、賢治諸写本の五作が安楽浄土に生まるる種なりと、ね、あ、だから真実報道の因というのは安楽浄土に生まるる、失礼、安楽浄土ね、安楽浄土に生まるる種というのが、真実報道の因ということですよと言って御作訓をくださっております、ね。そういったことをテキスト的なことを確認しまして、でいつもの通り黒田先生のご指南を仰いでいくことにいたします、ね。大切な十八願のことが書いてある御文なんで、もう一回御文、御和さんの御文もう一遍読みます。死神神陽翼章と十方章を進めてぞ、不思議の請願表して真実報道の因とする。で、現代語訳であります、阿弥陀如来は第十八願を成就して、弥陀の真実心を信じて浄土に生まれんと願えよと十方主上におすすめになり、凡夫が信心一つで最高の悟りを開く誓願を建立され、この第十八願を弥陀真実浄土の往生の因とされた、ね。こういった形で現代語訳をしてくださっています。で、五尺のところを読ませていただきましょう。十方章、十方衆生のことで、とりわけ迷いの衆生のことだよと。で、古写本の作に25羽、すなわち迷いの衆生であるとするものと、よろずの衆生とするものがある。これは今説明した通りです。で、2番、不思議の請願、罪悪尋従の凡夫を信心一つで往生させ、
最高の悟りを得させるという誓願、ね、これなんで不思議なんて言って言ったら、これはですね、梵具定下の最底辺のものを仏さんにしていくっていうことですから、私たちの脳みそではなかなか理解できる、私たちの真意を超えたものであるから不可思議、あるいは不思議、まあここ同じ意味ですね、昨日の不可思議と56番の不可思議とこちらの不思議の誓願の不思議とこう同じ意味で、要は私たちには分かんないんですよ。なぜかと言いますと、昨日ね、近江校がですね、甲子園で準々決勝に進むということができました。でうちの子、家族もなんかカンカンになって見とったんですけどね、あれ勝ったから準決勝に行くわけです。で、そして、共内のか、それからまた次に勝たないと決勝まで進めないわけですね。ちょうどそれと一緒で、試験に通らないと、例えば資格をもらえないし、それからどっかの会社に入れてもらえないし、まあ、だいたい近江校に入るためには、私みたいなもんでは絶対に入れないので、まず野球がかなり上手やないと、ものすごく上手やないと近江校に入ることすらできません。私還暦ですから、まあ、近江校の高校に入れてもらうことはできても、近江校の野球部には絶対に入れてもらえないと思いますね。そういうことですから、まずね、こう近江校に入るところから、近江校の野球部に入るところから、やっぱりまず能力とか、そういったことが関わってきます。でそれからあと、こう勝ったもんだけが先に進んでいけるっていう社会の中で、生きていますんで、そしたらですね、近江校に行こういう気持ちそのものがないわけですから、でも入るわけないやんってね。これは言うたらですね、私仏さんになって下家修行、上菩提下家修行ってさ、悟りを開こうとかさ、そしてみんなにも同じ悟り開かしてあげようとかいうような、そんな菩提心なんてありませんから、菩提心よりかまだラーメン食べに今日が楽しいんでそう思った時に、それこそ近江ちゃんぽん多分おいしいねとか、そんなぐらいの世界でしか生きていませんから、つまりこう野球うまくなるために近江校に行くっていう気持ちそのものがないんで、ラーメン食べに行きたい気持ちはあっても、それと同じように菩提心がないんやから仏さんになろういう気がないわけで、仏さんになろういう気がない人間が仏さんになれるわけがないんで、でせやけどそれをですね、仏さんこんな何て言うかな、迷いに満ちた人生だろっていうふうに随分と教えてもらってるのに、この人生楽しいことばっかりで、で辛いことは人のせいにしてね、こうダミングサボってるような、そんな人間が菩提心あるわけないんやから、悟りを求める心がないんやから、そんなものを救うていって同じ仏にしていこうなんてさ、私たちの了見で考えられるわけがないでしょ。でそんなことありえないことやから、だからそんなありえないことが起こるっていうことは私たちの脳みそでは分かんないんで、それで不思議とか不可思議で、そういう不思議の誓願、そういう誓いを立ててくださったっていうことです、ね、でそういう意味で不思議あるいは不可思議の誓願を起こしてくださったっていうことですね。菩提心ないもんが仏になれるわけはないんだけど、それを菩提心を与えて、そして仏にしていこうというような、そういう不思議な誓願、そしてその不思議の誓願を表すって何よって言ったら、これは2つの意味があって、1つは弥陀如来が第18願を建立されたことを表してくださったっていうこと、でもう1つは弥陀の誓願が衆生の心に届いて修行の信心となって、つまり菩提心となって、菩提心でもあるような信心となって現れているということが不思議の誓願を表してっていうことの意味だよ、ね、それはまた言い換えると、すなわち修行の信心となって、本願が修行の信心となってるよっていうこと、これを明らかにしてくださった、だからこれを表しっていう言葉でおっしゃってるんだっていうことですね。
で次4番真実報道です。で方便けどではなく弥陀の真実の誓願に報いた真実の浄土、つまりこれは悟りの領域っていうことです、ね、仏さんの領域っていうことです。で、この表しに2つの意味があるということですから、こっちの方のですね、解釈が分かれるような時なんかはこっちも読みます。これ本願寺から出まして、たくさんの学者さん方が、神宗学の先生方が合議制で作ってくださった翻訳の方を読ませていただきます。阿弥陀仏は第十八願に閣下に閣下して心から信じ喜んで私の国に生まれたいと願う者を救う、鍵括弧閉じる、ね、この喜んでいう言葉が入ってます。これは心身行の行の字ね、と誓われて全ての世界のあらゆるものに他力の信心をおすすめになる、こうした思い計ることのできない本願を示して、これ明らかにしてね、表してですね、そういう思い計ることのできない本願を示して真実の浄土に往生する因とされるのであると、ね、こういった訳がなされております、ね、これまたこうなってから参考にしていただけたらと思います。で続きましてこの本の講読を拝読させていただきます。この和さんは第十八願の心を称えられたものです。四心心行欲生に始まる前半二句と同じ心を聖人は尊号心臓名門にほぼ次のように述べられています。四心とは如来の真実心、如来の本願の誠心、心心ということであり、で、心行とは信心と同じ意味で本願の信心、真心、真心を一筋に深く信じて疑わないことであると言われています。それで四心信行とは阿弥陀如来が十方衆生に対して弥陀の真実心である誓願、すなわち本願を信行せよと勧められるのです。欲生とは如来の心身、真心を信じて弥陀の浄土に生まれたいと思えと、これも弥陀のおすすめであるとあります。ですから四心と信行と欲生とは阿弥陀如来の本願にお任せする信心を詳しく述べて、如来の方から弥陀に任せよ、我を頼みとせよと十方衆生に呼びかけおすすめになっていると称えられるのです。阿弥陀如来は十方衆生もし浄土に往生しないなら我は仏とならないと、十方衆生の往生と弥陀の悟りを一つに誓われています。これは一つごととして小学を取られる仏さんならはるということと、十方衆生が浄土に往生しなさせるんだっていう、そういうこととを、こう一つに誓われています。つまり、こう私が仏になるってことはイコール、全てのものを救えるものになっていくんやと、そんなふうに誓ってくださった、それは例えて言うと、この苦しみは子どもの苦しみはそのまま親の苦しみ、子供の喜びは親の喜びです。このようなお心から苦しみも悩みも罪悪も我に任せよ、我を頼みとせよ、必ず助けると呼びかけられています。この如来のおすすめ、如来の四心信行欲生のおすすめが私たちの心に届き、私たちの心に現れて信心となってくださったのであります。如来の用語の昔からの私たちへの呼びかけ、働きかけがあったればこそ信心を賜ったのであるとの気持ちがこの一書に込められています。親鸞聖人の、
如来の用語から、用語の昔から私たちへの呼びかけ、働きかけがあったればこそ、この親鸞聖人お一人が信心を賜ったのであるとの気持ちがこの一首に込められています。十方正とは十方主上と同じことでしょう。不思議の誓願表してとは第十八願に、十方主上よ、死心信用欲生の者が往生しないならば生学を取らないとある、このことを意味します。不思議の誓願とは第十八願を言い、表すとは建立するという言葉でしょう、ね。ここでは、黒田先生は、こう表すというのは建立するという心でしょうとおっしゃっています。真実法度とは弥陀の真実の浄土です。真実の浄土への往生は第十八願を因とするのです。己が力によるものではない、如来の本願を因として往生を得るのであると称えられます。どれほど如来の本願力があったからとて、私たちに信心がなかったならば往生は不可能なことです。だから信心が往生の因と言われるのです。それを今、本願が往生の因であると述べられます。それは信心の起こる源が如来の本願にあるからです。如来の本願によって恵まれた信心が往生であることを表されているのでしょう。聴聞の心が起こるのも、それを続けられるのも、真を得るのも、ただ如来の計らいによるものです。そういうことであります。ちょっと先ほど このこっちの方でね、こう信じ喜んでというところ、喜ぶいうのはね、これ信心歓喜やね、信心歓喜、信心、ちょっとこの辺信行の行の字やねって言って言いましたけども、ちょっと深いところもあったかもしれません、すいません。で、そういったことがありまして、それからですね、最後にもう十分長いんやけど、尊号心臓名門のことを詳しく、おっしゃってくださったんで、ここで最後に、三行往生問類の最初の大教往生、つまり十八願による往生についての現代語訳だけ読ませてもらって、で今日のところの復習であり、かつ明日のところの予習みたいな形で、三行往生問類現代語訳の関係するところを読んでいきます。大教往生というのは、如来が選び取られた海のように広大で不可思議な本願の働きによるものであり、これを他力というのである。これはつまり念仏往生の願、かっこ第十八願に誓われた因により、で必死滅度の願に誓われた果を得るのである。でこの世において生成就の位に定まって、必ず真実の浄土に至る。これは阿弥陀如来の往生回向という真実の因によるものであるから、この上ない涅槃の悟りを開くのである。この教えを無量寿経の要とする。このようなわけで大教往生といい、また難思議往生というのである。難思議って不可思議や不思議と同じかなと思いますけれども、難思議の難の字はやっぱりこれ二通りに解釈できて、一つは難しいけどなんとかなる、東大入るのは難しいけど3000人ぐらいは入れるわけです。甲子園に出るのも難しいんやけど出てる人もいるわけです。そういうので難しいいうのと、全く不可能であるっていうことと、やっぱ二手に解釈できますけど、ここの難思議往生っていうことは、この難思議っていうことはこれ不可思議と同じで、これ思議することができないっ
ていう、私たちの想像を超えている、私たちの良権を超えた仏さんの領域の救いが私に届けられているっていうね、そのことを難事義往生っていうふうにおっしゃるんかなと思います。そういったこともちょっと参考にしていただいて、でこの三行五常門類にしても尊号心臓名門にしても手元に5本持っておいでにならなくてもインターネットで現代医学等も見られますので、ぜひ見ていただけたらと思います。今日はこれで終わります。